皆さんこんばんは、 B レジェンド柿谷です。ご無沙汰しております。今回ですね、ちょっといろいろとご縁があってですね、東京の方まで伺わせていただきました。今回は筋肉系 YouTuber としてですね、 TikTok、ある YouTube でですね、非常に大活躍していらっしゃる、ハルくんにゲストに来ていただきました。ハルくん、今日はよろしくお願いします。お願いします。ハルくんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。しかしあれですね、いつもやっぱり僕スマホで動画とか TikTok とか見るんですけど、はい、スマホで見るよりもめちゃくちゃでかいですね。でもそれは結構言われますね。みんなに言われますよね、はい。まあ、体もでかいんですけど、やっぱ足がでかいですよね。そうですね、もう全体的に結構コンテンツが飯、はい、大食い企画と筋トレなん で、ね、うん、自然と体大きくなっちゃうんですよ。なるほど。いやでかいですね。ありがとうございます。え、今身長が 185センチ、体重がが、体重が125キロ。5キロ。なるほど。着々とでかくなっていってるんですね。はい、なるほど。やっぱり工具企画の後とかはもう1日で2キロ3キロとかっていうのはあるんですか？うわ、もう2キロ3キロの なんて増減は当たり前ですね。うん、まあそうですよね。はい、あの分母が大きくなれば1キロ2キロっていうのも全然ね、体重50キロの人と100キロ超えの人ではまあ倍違いますからね。そうですね。なるほどね。ありがとうございます。まあ、今、普段からあのまあ筋トレもしてらして、まあ、大食いの動画とかも出してらっしゃるんですけど、こういう動画を、例えばまあ普段みんなに見てほしいなとかっていう、こう、カテゴリーとかはあるんですか？まあ、その2つがまあ主にされてると思うんですけど。そうですね。でも本当に、この2つで、やっぱり、食。食って、海外層にも届くんですよ。ああ、なるほど。テロップもそうですね。そうです。全世界共通なんで、で筋トレもしっかりじゃないですか。うん、だからこの2つやっぱ見てもらいたいですね。僕の得意分野でもあるんで。あ、なんか結構こう込み入った話聞いちゃうんですけど、なんかその中でもやっぱりその外国の方の視聴数とかも多かったりするんですか？いや、9割日本人です。ちなみに男女比とかってどんな感じなんですか？やっぱり男性の方が多いです。男性7割女性3割ぐらいですかね。あ、それでもやっぱり3割ぐらい女性の方いらっしゃるんですね。そうです。やっぱ飯のコンテンツもやってるので。なるほど。あの、今回ちょっとお話伺いたいなと思ってたのが、私もそうなんですけど、結構こうご寄付をしてらっしゃるじゃないですか。はい、海外に行っていろいろこうチャリティー活動されたりとか、はいはい、スラム街に行ってこう食事届けたりとか、はい、まあ、こう寄付されたりとか、まあ、実際ドネーションで集められてお届けされたりとかしてらっしゃると思うんですけど、はい、なんかそういったことを始めようと思われたきっかけというのは何かあるんですか？もともとそのハルクっていう名前をつけたのも、うん、そうですね、はいはい、僕がすごいヒーローが好きだったんですよ。超人ハルクのね。そうです、はい。で、そのヒーローをしたいから、うん、で、ヒーローを目指してトレーニングやってたんですよ。なるほど。で、出た矢先、今一緒に会社でやってるメンバーと会って、うん、で、今一緒に仕事やってるんですけど、うん、だから最初にインフルエンサーやり始めたきっかけも、ヒーロー活動したいからだったんですよ。で、そのヒーロー活動したいからの延長線上で、で、ヒーローって考えると、うん、なんだろうな、その、火だるまのところから人を助けるとか、うんうん、想像しがちなんですけど、うん、そうじゃなくて支援活動の食料支援であったりも、うん、一種のヒーロー活動じゃないですか、うん、だから僕ができる最大限のヒーロー活動やっていこうかな。なるほど。あ、がきっかけですね。で、そう思われたのっていうのはいつ頃なんですか？まあ、もうインフルエンサーになったその日から、うん、っていうことは、コンセプトは変わってなくて、うんうん、その人を笑顔にしたい、はい、勇気を与えたい、うんうん、を目標に頑張ってきたんですよ、うんうんうん、きっかけはでも海外によく企画で行くんですけど、その時に、うん、そのやっぱ日本ではありえないような、うん、そうですね、環境で子供たちがご飯を食べてたりとか、うんうん、食べれない子とかいるんですよ、ざらに、うんうん、やっぱそういうのを見てると助けてあげたいなっていう、うんうん、私もあれなんですよ。実は2007年に友人たちとお金集めてアフリカのウガンダに学校建てたりしてるんですけど、はい、あとあのカンボジアの方でも個人に、まあ、過去に私本出してまして、はい、その時の印税とかは全部寄付したりとか、今も定期的に NPO や NGO とつながってて、先日もちょっと寄付してたりしてたんですけど、本当に海外に行ってるとよくね聞かれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱり1日1ドルで生活してらっしゃる方っていうのが世界中にはたくさんいらっしゃるので、本当そうですね。なんか実際、まあ南米の方で、某社のカップ麺って言っていいのかな？ああ、届けられたりとかね、してらっしゃいますけど、やっぱり日本だとこう100円、200円のことですけど、やっぱりそういう途上国に行ったり、あるいはそういう貧困なエリアに行くと、やっぱりその100
100円200円っていうのがすごく貴重なものになると思うので、そうですね、そういう活動をしてらっしゃるっていうのは本当に今こういう動画 YouTube や TikTok っていうエンターテインメントを通じて一人でもたくさんの方にきっかけになるとすごくいいんじゃないかなっていうのは見させていただいて、ありがとうございます。いいなと思って見てました。今お年っておいくつでいらっしゃるんですか？ご年齢って今26で今年27の代です、ね、なるほど。私その独立を考えたのが、まあ、30のところなんですけど、はい、だけどその30でその31、2、3ぐらいの時に、まあ、学校建てたりさっきの話があったんですね、はい、でそれぐらいの時に結構こう自分なりに何が大事だろうと思って探求する中で、はい、まあ、その人の命が大事だな、じゃあ命を守ろうとかっていうところから、まあ、病院建てたいとかっていうところからだんだんこう学校建てたい、病院建てたい、世の中の人をより良くしたい、で今はまあ僕世界から飢餓貧困がなくなるといいなと思ってて、はい、結構同じキーワードが出てらっしゃると思うんですけど、私もその前人未到の目標達成をに向かえて進みたいと、はい、っていうところから世界から飢餓貧困なくすっていうのを個人的なミッションとして一つ掲げてるんですけど、なんか本当にその動画の中でそういうたくさんの活動してらっしゃるんですけど、なんかこれからもっとこういうことしていきたいなとか、まあ、あるいはこういう国に行ってみたいなとかっていうのは何かお考えあるんですか？今とりあえず少人数での支援活動、うん、をやってるんですけど、はい、でもその活動を見てくれて結構コメント欄とかで僕も支援したいですとか、あ、うん、結構協賛の声があったんですよ、うん、だからその規模感をどん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 増やしていけば、うん、その分助けれる子どもたちも増えるじゃないですか、うんうん、でインフルエンサーって本来そういう、まあ、いいことっていうか、うんうん、人のためになるようなことを発信していくべきだと思ってて、うんうん、そのためのインフルエンサーだと思ってるので、うんうん、とりあえず今の段階ではまずこういう子どもたちがいます、うんうん、でこういう支援活動しています、うんうん、でそれでそのいっぱい人数を増やして、うん、規模感をどんどん増やしていきたいなっていう、うんうん、まずまあ知っていただくっていうところがスタートで、この影響を広げて関わる方や知る方を増やしていきたいっていうことですね。そうですね。ちなみに今次なんかこの辺りの国でやってみたいなとか、まあ、今まで多分こういう活動してこられてる中でいろんな情報が入ってきてると思うんですけど、はい、こういう国で困ってるとか、あるいはこういう団体があるとか、なんかそういう これから取り上げてみようかなとお考えの団体や地域っていうのはあるんですか？正直全世界の子どもたち救うのって無理じゃないですか、うん、なんでまずはそのカンボジア、うんうん、で絞ってカンボジアをまず救っていきたいと、うんうんうん、でそこがある程度担保できたら、うん、他の国に手を伸ばしてみたいな感じにしていこうかなっていう。なるほどね。カンボジアも本当にいろんな、まあ、内戦があってすごく大変な国で、すごいスピードで発展していってる国ですけれども、なんか実際その内戦があったところとか地雷のエリアとかは行かれたりしました？行きました。ああ本当ですか。正直僕がその歩いてる道がすごい田舎道だったんですけど、うん、地雷がいっぱいあるってことを知らなくて現地の方から行っちゃダメだぞ、なんかもうダメだぞって、後々聞いたらその地雷があるかもしれないエリアだから、うんうん、ってことを聞いて、なるほどなるほど、こんな国があるんだ。いや本当そうですよね。だからそこって人が歩いて道になってるから、そこはもう地雷がないから道として成り立ってるっていう理屈で、そうですね、で地元の人たちはその辺はまだ人があまり入ってないから万が一があるかもしれないっていうエリアですよね。僕も地雷原もう行かせていただいたこともあって、実際その爆破するシーンとか、はい、爆破も一緒にそのグループでやってきたりもしたんですけど、やっぱり行ってると田舎になればなるほどまだ、地雷撤去が進んでないエリアが多いので、はい、そういうエリアってデンジャーマイン、要は地雷危険っていう黄色いテープ貼ってあるんですよね、はい、でそこから内側は行っちゃダメだよって言われるんですけど、そこで金属探知機で調査しながらこう手で掘ってやってらっしゃる方とかいらして、で実際病院も行かせてもらったんですけど、ちょうど昨日地雷を調査してる隊員さんが間違って、はい、誤って地雷を踏んじゃって、はい、ちょうど片足なく昨日なくしたっていう方のお見舞いとか行ってきたんですけど、本当僕らも知らない現実じゃないですか。そうです、ね、だからそういったものをやっぱり見ることで、そういう世界もある、でそういう世界も知ってもらって何かこう手伝えることがあればなっていうのは、私もその時はやっぱ強く思いましたね。そうですね。うん、
寄付の話ばっかりしてますけど、ちょっともうちょっとこう、マッスル系というかマッチョ系の話にも、そうですね、伺いたいなと思うんですけど、なんか、急になんかガラッと変わっちゃいますけど、トレーニングって週何ぐらいなんてされてるんですか？トレーニングは週、7ですかね。週7ですか？っていうのが。レストなしですか？結構、仕事もあるので、うんうん、仕事で筋トレができない人もざらにあるんですよ、うん、だその日が必然的に休みになってしまう。あ、だから基本毎日行くようにしてます、うんうん、いつ休みが取れるかわからないんで。なるほど、うん、いつ仕事で筋トレが行けない日が来るかわからないので、うん、だとその部位決めたり分割とかそういうのはあんまりできないんですか？やってます、やってます。一応それもやりながら、はい、だからまあそれがただずれる日があるかもしれないっていうだけってことですか？順番はずれないです、うんうんうん、けど休みが定期なだけです。なるほど。どっかにレストが1日何入ると。なるほど。だ気持ちは週7でって感じですね。なんかどの部位のどのトレーニング好きとかあるんですか？やっぱりどうだろう、僕背中が好きですね。うーん、っていうのがなんだろうな、背中が一番自信がある部位でもあるので、ほうほうほう、やっぱやってて全部強いですけど背中も強いですもんねやってて楽しいです、ね、背中はちなみになんか具体的になっちゃうんですけど、こう上から引く系と前から引く系とあると思うんですけど、はい、それでいうとなんかどっちってあるんですか？こう広がりと厚みと。どっちも好きです。懸垂とか上から引くのもプーリーの前からどっちも好きです、ね、そのどのトレーニングが得意とかっていうのはあるんですか？下から引く系だと、弁当バローとか、うん、もう最近180で、マジっすか、180でセット組んだりとか、つい昨日、リフトジムさんにお邪魔して、させていただいて、ちょっと背中のトレーニングやってきたんですけど、弁当バロー180でセット組んでるみたいな。180でセット組んでるんですね。はい。ちなみに他の種目ってなんか どれぐらい、まあ、ベンチとかスクワットとか、まあ、デッドとか、はい、まあ、ビッグスリーとかでいうとどれぐらい上げられるんですか？ベンチが最近全然やってないんですけど、マックス190、肩を壊しちゃってたんで、広げると肩が痛いんですよ。 なんで狭めのナローで190上げれたんで。なるほど、ね、190ですか。だから広めで持ったらもっと上がるんじゃないかっていう。なるほど。まあどっちもすごいですけどね。他はどうなんですか？デッド、スクワットとかは。デッドも大学3年生以降実はやってなくて。けど怪我のリスクもあるし。あ、なるほど。ハーフデッドだったらやってるんですけど。うんうん、でもその大学3年生時の、記録だと250キロ。今だったらもうちょっと上がるのかなとか感じですかね。スクワットも250なんですよ、フルで。まあでもあれですね、この身長この体重でその重量をやってらっしゃるトレーニングの姿を実際見ると圧巻でしょうね。周り結構そうなんですかねって見てるんじゃないですか。見られてる感じはあります。ですよね。まあ、普通に歩いてても多分かなり見られると思うし、まあ、結構筋トレやってる人だったら、あ、ハルコくんだって思うと思うんですけど、はい、まあ、単純にいろんな意味で見られますよね。そうですね、もうプライベートはないですね。ああ、本当ですか。どこ歩いててもやっぱ話しかけられるんで。ああ、本当ですか。ああ、でもいいですよね。その、なんですかね、同じ YouTuber や TikToker の方でも、その辺声かけにくいタイプの人と声かけようかなって、実際声かけられる人に今分かれると思うんですよ。はい。そういった意味ではやっぱりこう、声かけられるタイプの方だと思うんで、そういった意味ではあれですよね、愛されキャラが出てますよね。そうなんですかね。でも嬉しいですね。ちょっと次聞かせていただきたいのが、はい、我々プロテインメーカーなんでやっぱりこうプロテインが気になるところなんですけど、はい、1日、まあ、結構トレーニング前あとなんかガンガン飲んでらっしゃる印象あるんですけど、はい、プロテイン1日どれぐらい飲まれるんですか？回数で言うと4回、うん、4回1日4回ですね、うんうん、朝起きてすぐ、うんうんうん、とトレーニング1時間前1時間前で、はい、トレーニング後と寝る前です、ね、なるほど。トレーニング後っていうのは直後ってことですね。直後です。終わった後、はい、でその1回も結構なんかだいぶガンガン入れてらっしゃる印象あるんですけど、大体でも 40g ぐらいです。なるほどなるほど。
プロテインも取られて、まあ、他のサプリメントも取られていらっしゃると思うんですけど、はい、なんかその、ハルクがこれだけ大きくなった理由として、まあ、トレーニング、栄養、まあ、休息、まあ、その3つだとは思うんですけど、はい、肝になったポイントっていうのは、まあ、まあ、これがやっぱり一番かなっていうのは何かありますか？やっぱり、食べることだと思います。なるほど。なんか、よく DM とかでも、うんうん、どうやったら大きくなりますかとか、あと細身の方がどうやったら大きくなりますかみたいな、僕にやっぱ質問来るんです。なるほど、うん、でその食事の内容を聞いてると、うん、やっぱり絶対量取れてないなっていう、うん、なるほどなるほど。やっぱり何でも筋トレでもご飯でも睡眠でも、うん、絶対量をこなしてれば必ず人ってでかくなるはずなんですよ、うん、そうですね、うん、だから何かが欠けてるんだと思います、うんうん。そのやっぱりその食事っていうのはその咀嚼して口から食べるご飯というか食事っていうことのイメージですよね。そうですね。でその、まあ、よくそういう方ってなんかこうプロテインとかサプリメントで補えばいいですかとかっていう方も結構多くいらっしゃるじゃないですか、はい、やっぱりでは、まあ、それはもちろんなんだけどあくまでも栄養補助食品だから食事を取りましょうっていうお考えですかね。そうですね。僕自身食べるのすごい好きなので、うん、いっぱい食べれるんですけど食べれない方はやっぱそういうプロテインとかに頼るのもありですよね、うん、スムージーとかにしてたの飲み込んだりとか、うん、なるほどなるほど。よく僕だから朝はミキサーにプロテインとバナナとオートミールとブルーベリー入れてグーかき混ぜて流し込んでます、まあ、あれですよね。その食事がなかなか喉通りにくい人とかだったらそういう方法も一つですよね。そうですね。朝とか特にやっぱり食べれないじゃないですか、うん、だから流し込むみたいな。ご質問あったらちょっと受けたいんですけど、なんかそれもいいですかね。僕その B レジェンドさんと言ったら、はい、あのパッケージに写ってるあのお兄さんの印象が強くて、でもこれって、はい、これ僕多分中学高校生の時からパッケージってずっと変わってないじゃないですか。変わってないですね。これは僕ら2011年からスタートですけど、その時からこのパッケージです。そうっすよね、はい、やっぱ最初見た時、はい、なんだこのプロテインはみたいななんですか、腹筋だけ写ってるようなのはポロッとあったりしましたけど、こう人が写ってるっていうのは、はい、多分世界でも初めてじゃないかなと思うんですけどね、うん、多分そうです。海外でも見たことないですね。でもこのインパクトが強くて、はい、で今でもこのパッケージじゃないですか。そうですね、今もこれです、はい、なんかそれってこだわりとかがあったり、まあ、こだわりはあります。まあまあ、結構ライトなところで言うとですね、はい、まあ、ビレジェンドお兄さん今で言えば結構ソフトマッチョな感じぐらいだと思うんですけど、はい、だけどやっぱりこう一般の方がトレーニングされるとなったらなかなかこうゴリマッチョを目指すよりもソフトマッチョを目指す方の方が多いだろうっていうことと、はい、トレーニングしてらっしゃる方でも、まあ、まあまあちゃんとした体だ だなと思ったんで、はい、だからやっぱりこういう体になりたいっていうイメージをプロテインを飲もうとした時に毎回目に留まるようにしたいっていうのがあって、うん、でもよく言うじゃないですか、こう理想の体型をこう写真をスマホのこう画面とかにしておいて何度も見るとか、そうですね、自分の写真か体鏡で見るとか言うじゃないですか。もう本当あのイメージで、まあ、そのなりたい体のイメージをここに持ってくるっていうのがあって、はい、あとこう顔が入れたのもこれやっぱりね、なんか人が見てるから気持ち悪いとか怖いとかっていう声もやっぱりあるんですよ、はい、で特にこれを食卓に置いてあるとなんかもう気味悪がられるとかね、家族がなんか怖がるとか、ジムに持っていくのが恥ずかしいとか、いろんな声があるんですよ。でまあまあ分からなくはないと、分からなくはないんだけど、なぜこれかというと、これね、これどっから見ても見てるんですよ。本当だ。どっから見ても見てて、見られてるんです。そうなんですよ。でこれ初めて言うんですけど、裏メッセージがあって、はい、ちゃんとあなたがトレーニングしてることをあなたの理想とする体の、まあ、僕というかねが見てますよと。で逃げないでちゃんとトレーニングやボディメイクと向き合ってやってねと、どこからでも見てるからねっていう、まあ、よく神様いつでも空から見てるみたいなこと言うじゃないですか、はい、あれと同じようなイメージでこの顔ありのパッケージにしたんですよ。それは初耳です。これ多分ねスタッフも初耳かもしれないですね。すごい。ごくごく一部の人には喋ったことあるんですけど、そういった意味が多分これ初めてなんじゃない、みんな。これは表で喋るのは初めてですね。なんかそういった意味がある。個人的にお会いした時とかに聞かれた時には答えることはたまにありますけど、
もともとだって B レジェンドさんって、はい、プレーン味とミルク味でしたっけ？プレーンがミルク味あの、はい、爽やかミルク風味っていう。あのミルクが実は僕一番好きで。ああ、ありがとうございます。あれが、いいですやっぱ B レジェンドといったら、あのミルク味だったんですね。なかなか2ですね。多くの方、ベリベリベリーとかおっしゃる方多いんですけど、本当に B レジェンド好きでずっと飲んでる方とかは、やっぱりナチュラル、まあ、あのミルクですね。あれが好きだっていうことは実は多いんですよ。味も豊富ですもんね。味は多いですね。何種類あるんですか？今ね、40種類。40? はい。常に新しいのが出てるから、僕も何種類あるか分かってないんですよね。今ちょっとヘルプで聞きましたけど。うわ、メロンソーダ風味とか良さそうですね。ああ、いいですね。いいですね。僕パッケージで。ああ、いいですね。グリーンでね。あ、いいですね。それちょっと、いいんじゃないですかって、誰に言ってんだって話ですけどね。ぜひ、ちょっとそれは。面白いですよね。何でもでき、何でもできそうですね。はい。で、このベリーベリー味も僕好きなんですよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。ベリーベリーベリーも美味しいですね。あ、ベリーベリーベリーか。はい。だからちょっと変わってるっすよね。全体的に変わってます。はい。ではですね、ちょっといろいろお話を伺ってきましたけど、まあ最後に、はるくんの今後の展望を伺いたいなと思うんですけれども。そうですね。はい。僕はやっぱり、食筋トレを通して、そういう支援活動にもつなげていきたいと。ああ、なるほど、素晴らしい。もうそれで世界中の人たちが喜んでる姿を見たら、みんな嫌な気持ちしないじゃないですか。ハッピーですよね。ハッピーですよね。その顔を見たいなって。やっぱ支援活動やってると、喜んでる顔を見ると、すごいなんか心が気持ちいいというか。うん、そうですよね。だから僕も嬉しくなっちゃうっていうか、そういう世界をもっと増やしていきたい、インフルエンサーとしてもっと大きくなって影響力つけて、我々も、まあ、さっきね話も出ましたけど、お互いその飢餓貧困をなくすっていうところは結構同じカテゴリーの目標を持ってるんじゃないかなと思うので、まあ、我々も会社の経営理念としては、あ、人々の心や体の健康づくりに貢献するというものがあって、はい、で、個人的なミッションとして飢餓貧困を世界からなくしたいなと思ってるんですけど、まあ、本当なんかそのどっちでも会社的にも個人的にも、まあなんかいろいろとご一緒できることがたくさんあるんじゃないかなと思うんで、まあさっきね、お話あったみたいな、なんかここ、クリーム、メロンソーダでしたっけ、ね、そうだ。の話とかありましたけれども、まあぜひね、ちょっとこう、カメラの向こうにいる開発生産部の部長にですね、アプローチ言っておきたいなと思いますけれどもね。面白いですね。はい。なんかまたその支援活動とも掛け合わせれたら強いですよね。本当そうですよね。例えば熊本地震があった時に熊本のプロテイン出して、はい、まあ、その時の一部売り上げの一部を熊本県の方に寄付させていただいたりとか。はい、まあ、私現地持って行ったりしてたんですけど、まあ、まあそういう形でなんかその一緒に何かすることの一部を、まあ、それこそまたハル君に持って行ってもらって現地で何かに役立ててもらうとか、そういうこともあるかもしれないですよね。そうですね、うん、そういうなんか固形物を作ったりっていう予定はないんですか？例えばプロテインバーとかそういうことですか？そうです、なくはないです。なくはないですけど、なんか今具体的に動いてるかっていうと、今なんかあるわけじゃないですけど、なくはないです。そういうのを支援活動で使えたらすごい強いです、ね。運びやすいってことですかね。運びやすいし、なんかすごいすぐ食べれるじゃないですか。そうですね。パウダーだったらやっぱりシェイクしないととか水も必要ですしね。シェイカーもいるしね。B レジェンドさんのこと知ってもらえるし、うんうん、ちょっとそのあたりも合わせて開発生産部長に動画を通じて報告しておきたいな。動画の向こう側にいるからです。では、今日はたくさんハル君に楽しいお話、ためになるお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。